れはエレンか。奴に壁の上まで吹っ飛ばされたってわけか。大敗北だ。正直言って俺はもう誰も生きて帰ることすらできないと思っている。ああ反撃の手だと何もなければあるのか。この作戦がうまくいけばお前は獣を仕留めることができるかもしれない。ここにいる新兵と私の命を捧げれば、そして私は真っ先に死ぬ。地下室に何があるのか知ることもなく、はあ、俺はこのまま地下室に行きたい。父との夢が頭にちらつくんだ。そして今手を伸ばせば届くところに答えがある。だがリヴァイ、見えるか。死んでいった俺たちの仲間が、仲間たちは俺らを見ている。捧げた心臓がどうなったか知りたいんだ。全ては俺の中の子供じみた妄想に過ぎないのか。俺は選ぶぞ。夢を諦めて死んでくれ。新兵たちを地獄に導け。獣の巨人は俺が仕留める。目標、獣の巨人に騎馬突撃を仕掛ける。当然目標にとっては格好の的だ。我々は一斉に深淵弾を放ち、目標の投石の命中率を少しでも下げる。我々がおとりになる間にリヴァイ兵長が獣の巨人を討ち取る。以上が作戦だ。どうせ死ぬならどうやって死のうと、意味なんかないですよね。全くその通りだ。どんなに夢や希望を持っていても、幸福な人生を送ることができたとしても、岩で体を打ち砕かれても同じだ。人はいずれ死ぬ。ならば人生には意味がないのか。死んだ兵士たちが無意味だったのか。いや違う。あの兵士に意味を与えるのは我々だ。我々はここで死に、次の聖者に意味を託す。それこそ唯一この残酷な世界に抗う術なのだ。兵士を怒る。兵士を叫ぶ。兵士を戦え。巨人どもを伝って忍び寄り、獣の巨人を奇襲しろか。残された手がそれしかねえなら、必ず成功させてやる。こいつらを伝っていくしかねえんだ。的を絞らせないように煙幕を張れ。投石の命中率を少しでも下げるんだ。片付ける。面白い奴らしやがった。やれ。俺の敵じゃない。急いでやる。絶対にたどり着いてやる。終わるな。歴史の過ちを学んでいないとは。王、世界の記憶を奪われたのは悲劇だ。
だから何度も過ちを繰り返す。サイレン。しやがって。はっち。うわあ。助ける。なにマジになってんだよ。お前は父親とは違うだろ。何事も楽しまなくちゃ。みんなを誇り高き肉片にしてあげようぜ。面白い出しやがった。片付ける。邪魔だ、どけ。いけー。スライディング。拠点を立てろ。俺の巨人が倒れて。やっと会えたな。助ける。なんだ。俺の巨人を一人で倒してきたのか。こいつ、ライナーたちが言っていたリヴァイか。
よい。なんて動きだ。切り刻んでやるよ。そうだったな。もっと楽しんでくれよ。巨人化直後、体を激しく損傷し、回復に手一杯のうちは巨人化できない。そうだったよな。こいつはまだ殺せない。誰か生きてる奴はいねえのか。瀕死でもいい。まだ息さえあればこの注射を使って巨人にする。そいつにこいつを食わせて獣の巨人の力を奪う。誰か一人だけ生き返らせることが。おい、どこに行く。止まれ。まだお前には用が。あいつを殺せ。かなり危なかったが、我々の勝ちだ。待てよ。俺はあいつに誓ったんだ。必ずお前を殺すと。俺は誓った。逃がすわけにはいかねえんだよ。スライド、お前が化け物でもこの数を相手に生き残れるはずはねえ。ザコどもが。今行けちゃう。
心安しなくにまだ仲間がいるはずだ。一人で行けるな。はい、生存者を探しながら行ってみます。あの、これ使ってください。リヴァイが獣の巨人を追撃する一方で、アルミンによる捨て身の作戦によってエレンはベルトルトの確保に成功していた。そこへ突如、四足歩行型の巨人に乗った謎の人物が現れる。こいつ、目の周りに巨人化の跡が。獣の巨人化。お前がエレン・イエーガーか。全然親父と似てないな。何？信じてほしい。俺はお前の理解者だ。俺たちはあの父親の被害者。お前は父親に洗脳されている。父さん。おい、嘘だろ？ここまで追ってきやがった化け物め。ああ、分かったよリヴァイ。痛み分けで手を打とう。ベルトルト、悪いがお前はここまでらしい。エレン、いつかお前を救い出してやるからな。壁内でエレンと接触した獣はリヴァイに追われて撤退。別行動中だったミカサも現れて、3人は合流を果たした。直後、死んだかに見えたアルミンがかすかに息を吹き返す。リヴァイが持つ巨人化の注射を打ち、ベルトルトを食わせればアルミンの命をつなぎ止められる。エレンはアルミンに注射を打つようリヴァイに訴えたが、リヴァイ兵長、エルヴィン団長が重傷です。
例の注射が役に立てばと思ったんですが、どうでしょうか。まだ生きてる。この注射はエルヴィンに打つ。お前らも分かっているはずだ。エルヴィンの力なしに人類は巨人に勝てないと。ドロストクを守れたのも、兄の正体を見抜いたのも、ベルトルトを倒せたのも、全部アルミンの力だ。人類を救えるのは俺でも団長でもない、アルミンだ。そうだろ、ミカさん。人類を救うのはエルヴィン団長だ。巨人を滅ぼすことができるのは悪魔だ。悪魔を再び蘇らせる、それが俺の使命だったんだ。だから邪魔するなよ。ミカさん、私たちにはエルヴィンがまだ必要なんだ。あの壁の中で希望の灯火を絶やしてはならないんだよ。私にも生き返らせたい人がいる。調査兵団に入った時から別れの日々だ。正気を保つことさえままならない。辛いよ、分かってる。それでも前に進まなきゃいけない。兵長、海って知ってますか。アルミンが言うんです、いつか見に行こうって。ガキの頃の夢なんて俺はとっくに忘れてた。何かを憎むことしか頭になくて。でもこいつは違うんです。アルミンは戦うだけじゃない、夢を見ている。全員ここから離れろ。ここで確実にベルトルトをエルヴィンに食わせる。さあ行こう、ミカさん。アルミン、またな。どいつもこいつも。地平線まで全て塩水。エレンはまだ疑っているんだろう。絶対あるんだから見てろよ。俺はこのまま地下室に行きたい。ガキみてえにわめき散らしやがって。みんな何かに酔っ払ってねえとやってらんなかったんだな。みんな何かの奴隷だった。あいつでさえも。先生にいないって。やって調べたんですか。リヴァイ、ありがとう。アギー、ライダー。兵長、どうしてですか。こいつを許してやってくれないか。こいつは悪魔になるしかなかった。それを望んだのは俺たちだ。だがもう休ませてやらねえと。エルヴィン、獣を仕留める約束だが、まだ先になりそうだ。もう
死んだよ。そうか。巨人化したアルミンはベルトルトを捕食したことで人の姿に戻り、一命を取り留める。壁上へ避難した調査兵は他の生存者を捜索したが成果はなく、エレンたちはイエーガー邸の地下室に向かうこととなった。この家かい？はい。一見して医師であるイエーガー氏の仕事場だ。何も怪しいものはありません。私にはそう主張しているように見える。まあ中央憲兵に見られて困るようなもんは一見しただけじゃ分かんねえだろうな。ここに鍵穴がある。開いた。よく見ろ、二重底だ。本が三冊。俺たちの探し物はこれらしい。親父は俺に何を見せたかったんでしょうか。地下室で発見された三冊の本には、グリシャ・イエーガー氏の半生、巨人と知りうる歴史のすべて、壁外世界の情報が記されていた。そこから判明したのは、敵内人類が相手にしていた敵の正体が人であり、文明であり、世界であること。壁内人類はかつて世界を支配していたリュミルの民であり、世界はリュミルの民をこの世から根絶しようとしていること。近い将来、壁外の大国マーレが始祖の巨人と資源の獲得を口実にこの地に侵攻してくることなどであった。